こんにちは。これ大丈夫か？今日モーニングルーティーン動画っす。外向けモーニングルーティーン動画っすね。ちょっと一旦撮ってみてる。これがいいのかどうかは別として、とりあえずチャレンジです。で、ちょっと今風呂入ってて、思いついたから回してる。からその風呂入る前のあれとかはないわ。まあ朝起きて風呂入ってる感じかな。はい。何喋らんやろな、これ。一旦頭洗っていい。これ、誰に需要あんねやろな。泡めっちゃ黒いのはさ、黒染めしたから、黒のカラーシャンプーみたいな今ちょっと使ってて、色落ち専用に。んでこんな泡黒いんよ。どう？有益な情報を発信できてる？これ。よし。怖い。で、カラーシャンプーやからちょっと置いときたいから、一旦この間に洗顔でもしとくか。なんかさ、巷では、美容男子とかはさ、あれやるっしょ。泡作って、ふわふわの、でも乗っけるだけみたいな。あれのできる人すごいな。俺はできへんわ。まあ目にはちょっとさすがに。やった方がええんやろけどな。ついでに、ちょっと歯を磨くわ。これさ、年齢のせいかな。歯磨いてたら俺めちゃくちゃえぐくんやけどさ、みんなある？で、次は、シャンプー終わったから、トリートメントね。これ人によってやっぱ順番ちゃうんかな。頭からやる人とか、体先洗う人とか、でもなんとなく、上からやっていってんな。なんなんやろこれって。別に親からそうしなさいって教わったわけでもないし。これさ、何回かでも言うてるけど、今チャンネル登録者が300人ぐらいになって、まあまあコツコツ頑張ってはいるんですが、視聴者層が男しかおらんのよ。男が見たいもん？女見ひんのこれ。なんでリーチせえへんやろな、女性に。女性にリッチしてくれよ。ちょっと一旦、あれですわ。トリートメントも一応置いとくから。タバコ出すわ。なんか、これルーティンちゃうで。言うとくけど。全然。どうせ裸やから、今俺が入ってるタトゥーの紹介でもしようかな。サムネ、風呂入りながらタトゥー紹介するだけ、みたいな、なんかな。まずここね、先から見えてるけど、これ、セメンで、アグリーダクリングって書いてる。これは、醜いアヒルの子っていう意味です。2番目に入れたところやな。1番目から言えばよかったな。1番目が、これ一番最初に入れた。これがばあちゃんと俺が握手してるって、ばあちゃんの手と俺の手描いて、ほんでばあちゃんが好きやったお花、バラやな。バラ入れて、で、この下に命日入れて、もう死んじゃってるからね。っていうのが一番最初に入れたタトゥーで、その次にこれ。これはね、なんか大学の時の友達に、なんか入れたいんやけど、なんかええ単語あるかなって言われて、醜いアヒルの子って言われたから、OK って言って、それ入れた。で、次に、これ、両肘の、ツバメ、スワロー、シンメトリーで。で、その次が、どれやっけ？これか。ハンニャ。ハンニャです、これ一応。その次が、もうここら辺からな、もう意味ないね。もう考えてもしゃあないなと思って。ちょっと待って、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ煙が、換気扇回してんから。戻るけど、次が、ここも意味ないっしょ？ハンニャかっこいいから入れただけ。その次が、こういったらいいか。芸者。でもなんとなく、俺、京都やから。京都やからってことで入れた。ほんで次が、これか。サメと女の子。顔がある。これもなんか、サメ入れたかったんやけど、サメ入れたいですって漠然って相談したら、なんか女の子乗っけても可愛いかもねってなって入れた。で、最後これ。宝珠。これね。これは紹介したな、動画で。焚き火入れてきましたっていうやつ。
今んとこそんな感じっす。ちょっとお湯浴びていい？寒い。あのね、実はこの YouTube やってることをさ、職場の方々に知られ始めてて、大丈夫なのかな、これ、この動画見てる人いたら、何も言わんでください。普通に職場では仕事するんで。あとこれは、編集してるときどういう気持ちなんやろな。どういう気持ち？これ。編集してるとき。俺が風呂入ってんの見て。教えて、感想。気分いい？終わり。まあ、休みの日の朝はこんな感じで、時間あったら体起こすために風呂入ったりします。以上、ほなまた。ほなまたじゃないわ。風呂上がりのやつもちょっと言っとくわ。言っといた方がいいっしょ。もうここまで来たら、風呂上がりルーティンね。とりあえず、化粧水ね。とりあえず化粧水。こんなんさ、一緒に銭湯行く男友達か付き合ってる彼女しか見られへんで、こんなのスーパーご褒美やんけ。乳液塗ってます。なんかほんまはもっとちゃんと紹介したらよかったの。俺いつもさ、もうこれメラノ CC を使ってんのよ。全部メラノ CC と乳液、これメラノ CC と乳液もメラノ CC。 ほんでたまに夜これたまにやる。これ完全に美容赤やんな。 VT リードルショット700。全然ぼやけてんな。全然ぼやけてるわ。なんか美容針で浸透がいいらしい。乳液とか化粧水とか。まあ、でもとりあえずやるの忘れたから、今日はもうこれでええわ。朝やし。ちなみに俺もどこでもタバコ吸うね、家の中。一旦陰部だけ隠すわ。何かあったら困るからな。てか夜はまずリードルショットやって、化粧水、美容液、乳液かやってます。ほんで髪の毛はミラーボンのなんかこれヘアミルク、これ使ってます。なんかダメージがもうやばいからさ、ブリーチもしてるしパーマもしてるし、そっから黒くもしてるし、もうこれ以上ダメージはっていうので、ミラーボンのヘアミルクと、あとなんかヘアオイル。これなんか別に髪じゃなくて体とかでもいいらしい。顔もいけるらしい。誰が顔に塗んねんな、こんなん。ちょっとデコルテ光らそうか。今のカットで。とりあえずヘアミルクつけていくわ。もうほんま、朝起きたら枕とかでさ、髪の毛がなんかもうチリチリになってんのよ。枕カバーとかやっぱシルクのもんにした方がいいやろ。シルク炒まんって言うよな。知ってる？シルク炒まんなしで。で、こうやってなじませて、ヘアミルクなじませて、OK。で、もう、ヒゲもいっちゃう。ヒゲはな、なんかもう、適当に切ってる。雰囲気で。長くなってる部分。唇にかかんのあんま好きじゃないの、ね、よ。コームとかも使わへん。雰囲気。ほんで、なんか、ここら辺のいらんところに生えてるやつは、抜く。そんななんか抜く必要なさそう。で、この顎ひげは雰囲気やな。雰囲気で形整えてる。もう雰囲気です。OK。ほんで、ここまで来たら、これを髪の毛に、うん、なんか適当に傷んでそうなところに振りかけて、これも馴染ませて、あとはドライヤーで乾かして終了。これ、外面モーニングルーティンやな。外面というか、だいぶ朝に余裕がある時のモーニングルーティン。で、仕事の日でめちゃくちゃ時間ない時はマジ10分で家出るから、ね、髪の毛とかやるのに帽子かぶるから。帽子ってもうそういう意味合いでしか使ってないから。俺が帽子かぶってる時は基本もう時間なかったんやなって思ってくれていいみたいな感じでございます。だいぶ毛伸びたよね。どう？ちょっとここいらで一旦前の方の動画見てほしい。昔の。俺金髪で髪短かった頃の。だいたい今で9月ぐらいから伸ばし始めたから、10、11、12、1、2。もうすぐ3月やから、半年ぐらいか。半年で今こんなもん。で、ほんまこことかまで行きたいから、あと1年はかかるよね、やっぱ。ロン毛にしたい諸君は一緒に頑張りましょう。なんか、ロン毛したいっていう子いたな。見てくれてる人で。これ爆伸びしてほしいな。俺のメンタル的にも。
頼むから爆飲みしてくれ。以上、休日のゆったりモーニングルーティンでした。ほなまた。